はい、皆様こんばんは、カズチューブでございます。皆様のコメントをご紹介するバージョンでございます。いつもツイッターにたくさんのコメントありがとうございます。いつも初見でこれ読むんでね、もうアトランダムで選んでるんで、今日も一部ご紹介してまいりますね。やっぱり負けるとやっぱり若干少ないんだよね、数もね。ユーミンパパさんです。いつもありがとうございます。おっしゃるようにバファローズここでの連敗は痛い。貯金が12あると思えば気が楽なんですが、そんな余裕がありません。ただプロ野球というものは負けても負けても試合があるので、あさってから全力応援したいと思います。よろしくお願いします。メルシーさん、大前さん大丈夫です。こういう場面でシュインデルが生きてきます。そうかな、期待するよ。偏頭痛さん、今が一番辛いところですね。あさってから仕切り直しましょう。お疲れ様でした、ということ。そうですね。ゴロゴロさんは今が正念場と思います。ただ紅林選手がチームの軸となっていて引っ張っていると思います。そうだね、本当そう。今の正念場、まだまだこの先ね、もっともっと苦しい場面もあるかと思う。でも今はちょっとした正念場、プチ正念場です。それは間違いないね。ラバン99さんは何としても避けたかったのですが、打線が機能せずに連敗してしまいました。1日しっかり使って切り替えてもらって、神戸から出直すしかありませんね、ということ。そうだね。それから、榎本君雄さんはまさかの連敗、ペータに勝ちをつけてあげたかった、こらこら先輩たちしっかりして、ということで、打てなかったね今日はね。それから岸村秀明さんはチャンスで打てない打線の奮起と、まあ、今日もチャンスはなかったわけじゃないね。無駄な失点を防ぐ投手陣の奮起をお願いします、ということ。7月に入ってからは失点23、得点16では勝てません。なるほどね。まあ森君いなくなってから1勝3敗っていうのもあるんだよね。それからあやさんはこんばんは。仙台での数少ない地元観戦でしたが、連敗はがっかりしてしまいました、ということね。本当すいませんでしたね。またよろしく応援お願いします。新藤さんですが、大前さんも長いロードトリップ、お疲れ様でした。本当そうなんだよ、長いロードトリップですよ。確かに正念場かもしれませんね。今日も含めて前半戦最後の9試合5勝4敗でいけたら、乗り切れたと言えると思うので、まずは週末2つ取りましょうっていうね。2つ欲しいね。よそが、ね、西武さんから取ってるんでね、負けてないんで、そこでオリックスだけがこう負けてしまうときつくなってきますよね。まあでもね、やっぱりそう簡単に勝てないしな。ほぼ豚汁さんは、ペータがまっすぐを狙われた上に変化球でストライクが取れず苦しいピッチングになりました。とはいえクオリティスタートは達成しているので。そうなんだよね、6回3失点だもんね。やっぱり打線ですよね、ということですね。森復帰までこのまま落ちていくのか、おっしゃる通り前半戦の正念場かもしれませんね。プチ正念場です。 I think そうですが、やっちゃんさんはやっぱり敗戦連敗とかはモヤモヤした気持ちになりますよね、ということ。確かにオールスター前の正念場ですかね。週末は天候も気になりますが、切り替えて一戦一戦全員でやっていきたいですね。いつも通りしっかり切り替えます。よろしくお願いします。それから、クースケどんぶりさんは、神戸京セラで連勝できますようにって。本当そうだね、ありがとうございます。それからいつも刀アカンコートさん、やっぱり打つ方がきつい、マー君から9点を打って以来、入ったのは若月のソロのみというのが現状をよく表しています。そうだね。完全な、だが線になってなくて散髪ばかりです。まあ確かにチャンスで打てませんもんね。軟骨の唐揚げ、俊平太にしては3点取られたとはいえ、味方が0点ではどう転んでも勝ち星はなかったですよね、勝ち筋はなかったですよね、ということですね。まあね、点取らないとね、野球はね、と思いますね。リノミザヨさんは、大前さんこんばんは、小さな正念場、おっしゃる通りです。そう、プチ正念場です。
そして切り替え、その繰り返し、そこをチーム全員で乗り越えていかないとですね、ということ。それから、ハーナさんは、2日間福岡での実況お疲れ様でした。お前が福岡で喋るとホークスは負けません。シュンペーターは、まあ、お前が喋るとじゃない。僕がたまたま立ち会った試合はホークスが負けないということなんだけどね。シュンペーターは4回の2失点がね、あの2アウトまで行ってね、ワンアウト満塁で、西川君を三振に取って2アウトまで取った後、村林君に打たれたんだよね。ね、ギボちゃんにもっとスタメンの機会を今日2安打。ナイスギボちゃんですよね。ありがとうございます。それから、ナオキット77さんは本当に悔しい敗戦です。8回に勝負に出ましたがうまくいきませんでした。そうだね。8回ノーアウトランナー2塁1塁で、第1弾代打セデーニョ、レフトフライ。第2弾代打構成、第2弾、まあ、ラオ、ライトフライ。ダメだったね。ありがとうございます。それから、まあ、たくさん頂戴しててね、まあ、負けるときはみんな同じようなコメントになっちゃうんだよね。まあでもね、ここは本当切り替えていきませんか。豆広さんは、昨日、今日となかなか打線が機能してるのは辛いですということ。なるほどね。必ず光は見えてきますのでっていうね。そうだね。そう思って頑張ろう。牛年 K さんは、全体的に疲れが出ているのか、好調だった選手も数字が落ち出してきているので、救世主が現れることに期待します。現れてくれないかな、シュウィンデル。どうなんだろう。それから、鏡さんは、今日もまた、まともに打てなくて負けましたね、ということ。というか、先頭が出ても繋がらなければ無意味です。次こそは、ということ。というわけで、皆さん、なかなか落ち込む、オリックスファンの方がたくさんいらっしゃいますが、その中で、レジェンドさんは、ホークスファンです。もういいや、神様、仏様、お前様ですね。いつもながら非常に厳しい試合でした。今日ね、ホークスね。モイネロ不在の穴がいきなり響きましたが、柳田孝志によく頑張ってくれたと思います。それにしても楽天が折に勝ち越しですか。今月に入って明らかにチームの状態良くなってますよね。特に打線、不気味でなりません。そう。次、楽天戦だもんね。ソフトバンクさんは。仙台で頑張ってね。はい、うちはうちで頑張りますんで、ありがとうございます。僕が喋らせてもらった試合はホークス本当よく勝つんでね、ホークスの勝つ試合に、僕は立ち合わせてもらってます。 1,2,3 は、この先発陣での連敗は痛いですね。そうなんだよね。宮城俊平ターでの連敗だもんね。オールスターまでもう少しですので頑張ってほしいです、ってことがありがとうございます。おっしゃる通り、まあ、そんな感じですね。加藤博さんは、確かに正念場ですね。この時期と同じで、打線がペータも悪いなりにクオリティスタートすごいということですね。はい、というわけで今回もたくさんのメッセージありがとうございました。一部ご紹介しました。お前はこの後勉強します。明日早朝早起き、おそらく今日の夜は3時間ぐらいしか眠れないかな。まあ、そんな感じです。頑張ります。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまたね、みんな。みんなも元気で切り替えてください。ありがとうございました。じゃあまた。